毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。では頂上決戦やっていきます。今回は、センチャレね。さあ木曜日なんですけどね、今日は毎日、デブ猫さん先生取りましたね。シャンフェリー、シャンフェ1月の今日何日や、6日か、6日っすね。あ、テリーや、あーっとー、テリーとかどうでもやわ、もうこんなてか僕初めて出ましたね、何気に。このイオリ14ね、14初めて出た。あれ放置してる感じ、イオリが出たんですけど放置されてるわ。いやー放置はやめてほしいね。あーそうっすね、これは勝利になるっすよね、不戦勝っすね。さあではもう一回いきましょう。結構時間が遅めなんでね。さあ、ヒロポンさんかな、先生取られましたね。僕の初よりは、バトルできずに終わりました。ハイデルン、クラウザー、ロバートね。最後はお LR G さん、タンフール来ましたよ。シュンウェイとナイトメア以外やったらいけそう。さあ、ゲニコね、暴走とゲニコ、まさかの、なんやこれ、これやばいっしょ。 G さんとリュウコっすよ、これやばいっしょ。エイジー、そうか、これね、量だけ置いといて、ロバート後出ししましょう。これでいいかな？エイジと、まあ、クラウザーでいいか。これでいこう。エイジやられたら量出して、創生リュウコランボ打ちたいね。まあ、リュウコじゃなくても、じいさんいるからだいぶいけるけどね。向井頭に出してる。向井頭出し。うん、暴走スキルは出ない。このままでいこうかな。お、クラウダースキル出た。クラウダースキルいいっすよ。向井結構減らしましたね、今。向井を下げる。うん、じいさんゲージ溜まった。暴走スキル出ましたね。じいさん撃ったら、向井倒せますね。そしたら、撃とうか。じいさん撃って、向井倒しに行こう。おお。ほんで、ここはね、このキムは当然生かしたいですね。押すね。ビッツボール。あ、エイジ結構回復してる。結構回復してるな。暴走よりの必殺でエイジを倒させるつもりやったんですけど。あ、使わない。なるほど。使わなければ、これは、全滅取ったんじゃないの？全滅っすね、多分。これで？うん、2回打てるからね。全滅取りましたね。さあ、斬鉄派からの、リュウコランブ。もうこれはリュウコというか、まあ、じいさんの強さかな。うん、じいさん火力出るんでね。じゃこのままもう一回行きましょうか。まあ、リュウコですけど、じいさんがもっと強かった。さあ、3戦目。3戦目？実質2戦目ですけどね。さあ、センチャレ押しましたよ。裏、108式さんね、先制取った。これキングか。キング、これは、シャンウェイかな。パオ復活嫌やけどな。2代目と、これはね、アーデルか。ちょっとむずいね。アーデルとリンは。オロチとイグニス。シェンか。いや、シェンな。シェンとオロチとイグニスと、リンね。うわこれちょっと防御弱いな、これ。防御弱いというか、この UR が弱い。どうすっかな。先生取ったよね。キング。ルガール置いとこう。アテナ捨てて。二代目置いとくかな。ゼロでもいいけどな。ゼロにしよう。こうします。ゼロ。怒りダウンはいないよね。先生取ってるけど、まあ、どっちでもいいな、これ先生じゃなくても。アンディ使ってくるかな。創生枠狙いね。うわーめまいするんかよ、これ。めまいするなら緩く叩いたらよかったな。これねー。あ、でもめまいしてるから、逆にこれ、あれやな。多分アンディ倒さなくて済むね。めまいしてるから。ダブルストライク？うん。そうっすね。今のゼロが生きてたらアンディ倒してたけどな。逆に言うとね。調整して、ここでアテナ割られますね。
前に出すキャラいないから迷ってますね。あ、そのまま来た。そのままで当てられてよ。よしよしよし。ゼロ。ゼロ。ああ。一列必殺いたかな。ああ、一列おらんのや。なんやこれ。なんじゃこりゃ。そしたらもう二代目行くか。ね。アーデルでもいい気するけどな。まあ二代目ですね。一列がいないからな。先に、ああ、そんなとこ飛んじゃう。キング使います。今のそんなとこ飛んじゃうか。まあこれはイグニスですね。叩くキャラは。まあでも結構減らした。キング使わんでもよかったかな。ああ、パオや。まあキングね、使う必要はあんまなかったけどね。イリアンブレード。これね、どうすっかな。次ね。次、リンがね、使えるんすよ。リンが。だから、まあ、このままでいいか。いや、こういっとこう。こういっときます。で、ここは、ゼロは使わない、まだ。こういっとこう。リン使ってくるかな。使ってきたな。八乙女まだ溜まってないと思うんですよね。2代目で1回下げてるから、そうそう、一旦でたまらないんでね。でここで、あ、ルガール復活するの。復活かー、なくてもよかったかもね。まあアーデルいっとこうか。こういっとこう。そうっすね、ここはもうアーデルでちょっとあのイオリに飛ばしたいな。1/2上、あかーん。あ、でもこれ倒せる、イオリ。あー、イグニス復活や。イグニスが復活、倒せそうやな。倒せるならいいんですけどね。うん、倒しましたね。しかしイグニスが復活。パオの効果で。ゼロは打てない。ゼロじゃない。リンね。オロチとシェーン。これゼロ踏ん張りどころやで。シェーンの一撃をガードしたら全然ある。これ、ガード!うわー、ガードしてくれよ。うわ、イグニスたまんのあれで。これゼロが全然ガードしない。ゼロ。ゼロが、うん、ガードガードガード、ガードガード、ガードガード。よしよし、まあまあまあ、まずまずやね。まずまず耐えた。ほんならここはもうシャンフェイでいいでしょう。シャンフェイ出して、こういっとこう。で、先にシャンフェイ打って、このルガールがね、シェンでも飛んだらいいんですけどね。真ん中だー。アーデルも当然打つ。いいね。イグニスは倒すんですが、シェン叩いていけるかな。どうかな。シェン叩くとゲージ貯めるか。まあ、でもシェンかな。おし、めまい。素晴らしい。あと1体ですよね。あれ、あと1体いなかった。あ、ジョンか。うん、ここのシャンフェはやられないんで、2代目はジョンに飛んでいくか。これはいけるね。2代目も生きてるし。リップは、こうかな。ちょっと待ってよ。これあれやな、でも。こういかなあかんわ。こういかなあかんすわ。シェンが溜まってるんでね、ゲージ。なんで、ウィップ、2代目。あー、ちょっと待って、これ、いや、シャンフ生かさなあかんかったかな。ミスった。ミスった感じか、これ。シャンフ生かさないと、うわ、めまいない。あー、シャンフ生かさなあかんわ。これ何してんねや。やってもうたね。ほら。やってもうたが。どっちにしろか。せ、無理や。無理っすわ、今の。シェンも溜まってるんや。そうか。いや、どっちにしても無理。リンとシェン打たれるから、どんな出し方しても無理やったな。いやー、きつかったな、今のは。まあ、そうか。まだイグニスの復活が全てやったかもね。きつかった。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。